3枚なんかすごいですよね、その制度。面白い。進化していくショールーム。面白い。もはや毎日じゃない、確かに。なんじゃこりゃ。ゲリラ配信で。ユミリン。何の嘘ついてきた。もう何の嘘つかれたか忘れるぐらい。昨日ユミリも覚えてなかった そう、あんまり覚えてないですね。ユミリン、ユミコも覚えてない。私も覚えてない。しょうもないこと。私は今お餅がすごいなんか食べたいんですけど、なんかお餅好きな人ってめっちゃお餅好きじゃないですか。なんかココナとか、そう、今お餅の気分なんですよね。そう、七だったらみほりんとか、なんかお餅のなんか、なんていうかな、あれ桜餅、桜餅なんていうんですか、お米がちょっとずつ入ってるお餅あるじゃないですか。ああいうの好きですよね。むしろおにぎり食べてるみたいなんだけど、なんか甘いな、甘いおにぎりだなと思いながら食べてる。なんか広島特有のなんかあるんですよ。ないんですかね。わらび餅がいいな。なんか一回なんかお餅を差し入れでいただいた時に、なんかみたらし団子ずんだみたらし団子ずんだ餅味わらび餅
味、抹茶味、あとなんかあんこがあったんですけど、一番になくなったのが何だと思います？シティユで一番人気な味なんだと思います？お餅の。正解はみたらしです。え、意外。STU はみたらし団子が一番人気でしたよ。なんと。いや、それか一定のみたらし好きな、あの甘いのが大好きな子供たち系の子たちが先にあの取ったのか、あのずんだ餅がずんだ餅の方が人気かわからないですけど、率先して動く子たちが多いのはみたらし団子の方だっただけかもしれないですね。ただ普通に平均的になんかこうアンケートを取ったりしたらずんだの方があの人気かもしれないけど、あのみたらし団子の方が先になくなってる。垂れるから裂けるかなと思った。え、なんかみたらし団子って子供たち系のイメージ。私は何にしたと思いますか？頑張ります。今日もえ、納豆ないっけ。あ、大根おろしじゃないっけ。どういうこと。キャベツとかないっけ。はい、あのもたらしって何みたらしやろ。いや、キャベツとかないっけ。正解は、え、何したっけ。正解はあんこです。確かあんこだった気がする。あんこー、豚バラでまくってない。あんこにしました。その時あんこめっちゃ好きでハマってて、あんこ大好き。由美子のね、家の犬を想像しないでください。あんこ最後に残ったって言わなかった。え、言ったっけ。そんなこと。あんこ、あのその時はこしあんだったんですよね。え、なんか粒あんとこしあんの違いなんかわからんくて、なんか粒あん食べれませんとか、なんかこしあんじゃないと無理って言う人いるじゃないですか。あんまりね、わからないんですよね。いや、あの違いはわかるんですよ。でもあのじゃないと、なんか別にどっちも同じ味がするし美味しいし、いや違いは分かるんだけど、なんかどっちもも好きだよって。あ、
あの豆の皮が気になるってことか。舌触りが違うんか。うん、どっちも好きなんですけど、うん、味違うかな。粒あん、どっちかといえばこしあんも好きだけど、もう49対51ぐらい、50.5対50.5、まあ、おさらいしなんですけど、あ、49.5と 49.5 ぐらい、もう49と51ぐらいのもう差がない、ほぼ僅差の、どっちかといえば粒あん的な感じ。もみじまんじゅうはこしあんなんですか？あれと、でも今から、あ、もうなんか当分もみじまんじゅうなんか食べれてないな。どちらかといえばつぶ、今はずんだが食べたいです。もしあのさあその お差し入れでいただいた時は、次同じパターンが来たら、え、あのみたらしかあんこかずんだか、みたらしあんこずんだわらび餅で選ぶんだったらずんだにします。ずんだが食べたい。お餅ついたことありますか？お餅ついたこと、ありますよ。小学校の時。全然もう。なんか、絹？すす、なんて言うんだっけ、忘れた、うす、そう、うすだ、うすがめっちゃ重くて、いや私は持ったわけじゃないんですけど、持つ体験をしたんですよ。持とうとする体験、持てなかったけど持ってみようチャレンジ。うすと絹でつく。そう。うすはこの。え？そう、薄は下のやつ。下の石みたいなやつをこう抱きかかえて持とうとしたんですけど、持てなくて。
ネがトンカチみたいなやつですか。キネを、え、なんかその時なんか私が覚えてるのはなんかめっちゃ高速で餅つく流行りがなんかはい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 みたいな感じでやる、はい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 みたいな感じでやる、なんかあのテレビで流行っててすごい早い職人がいるんだみたいな、やっちまったなあの人、そうで、なんかあの若い方とあのはいの2人のなんか連携技でそんなにお餅早くついてなんかあるんかなって思ってたけど、いやなんかこれはパフォーマンスなんか味に影響してくるんか意味があるんかなって、なんかいろんなことを考えながらテレビを見たのを覚えてる。 STA を餅つき大会したいな、楽しそう。え、今何分ですか？結構時間ない。おお、あ、結構あの時間が結構迫っているので、ちょっとランキングを読みたいと思います。今日はお餅の話でいっぱいでした。そう、あ、昨日はすだちでキュンのラジオにね参加させていただいて、まひちゃんと一緒にすだキュンデビュー、昨日初めてすだキュンに、楽しかったです。では今日も頑張りましょう。13位あまみだましんさん、12位ダンスさん、11位もやたろうさん、10位ゆきはやさん、9位ようさん、8位なるさん、7位たくとさん、6位ふじやんさん、5位とげとげこまめさん、4位こまめまきさん、3位エリックさん、2位のっしーさん、1位はだんご部長さんです。ありがとうございます。だんご、はい、では皆さんあの今日も一日頑張ります。それでは行ってきます。 STO48 のカイコカーでした。バイバーイ。